はい、どうも、りょうすけです。今回はサンケイスコープカスタムを使ってガチリアいきたいと思います。今回はですね、インク効率をガンガンに積んで、インク効率、インク回復をガンガンに積んでですね、永遠に打ち続けると。これ直線塗れますからね、これ。エリアを塗るっていうね、仕事をね、果たしていこうかなという感じですね。ガチ塗りッター戦法ね、これ。インク効率とこのインク回復を混ぜることで、これ、永遠に塗れますからね、このほら。めっちゃ塗れるっていうね。では行きましょう。ガーチリア、デカライン効果した。ここエリアがね、狭いんで、エリアの横に入り込んで、エリア塗っちゃいます。そして、リッター 3K、カスタム、スコープかな、これ。スコープということで、射程めっちゃ長いんでね、そこで、ぶっ込むこともできます、普通に。敵に攻撃をぶっ込むこともできる、フルチャージでね。フルチャージだったらね、確位置で持っていけるんで、相手が防御どんだけ積んでようが。そして、もう一つの役割、ビーコンの回復力がめちゃくちゃ早い。ビーコンを一瞬で2つ置けるという。やばい、ちょ待って、なんか、ちょっとやばそうなんですね。あ、やばい、ちょ、なにこれ、え、なにこれ、やめてや。うわー、ゴーニガロンか。一瞬でやられてしまったぜ。うわー、ちょっとしゃあないな、ちょっと、仕返しますね、ゴーニガロン。こっちがビーコンをね、建築してるというのに、もう関わらず突っ込んできたということで、ちょっと仕返します。スタートゴール。フルチャージ何回もぶっ込めるんで、もう永遠にぶっ込みますから。で、ビーコン置いた後のこのインク回復力、素晴らしいものがあるんで。さあ、ビーコン立ててね。ほら、このインク回復力。あ、なんか俺、暗いな、ガロンよ。え、なんでやねん、今の俺の綺麗にしてや。さっきの取り返すということでさ。よいしょ。さあ、ここ、直線塗っちゃいます。ガチ塗りッター戦法あります、ここ。これ、ほんま器用に塗れるんでね。ほら、見てこれ。相手の足場を取る役割。ほんまにこの役割でかい。かつ、ビーコン。はい。めっちゃいい感じでしょ、これ。ガチ塗りッター戦法なんで、こうやってもう塗っちゃいます。はい。直線塗っちゃいます、これ。で、相手の足場を取って。はい。すぐ回復して。はい、行くぞ。さあ、塗っちゃうぞ。これほんま強いんでね。やっぱりダイナモローラーとかでね、塗り塗り戦法とかもあるんですけども、それよりね、安全に立ち回れるというね、相手の射程外からエリアを塗るっていう、この、超平和的立ち回りね。あ、なんかおる。やばい、なんかおる。ちょっと勘弁してくれよ。勘弁して。勘弁。ナイス。オッケー。そう、エリアを塗っちゃいましょう。よしよし。なんかおる。ノバブラスターや。いや、もう、台をぶっ込む、こういうやつは。こういう生意気なやつは台をぶっ込んで、エリアの方を先に。あーマジか、作戦が、我々の作戦が、プランが崩壊したというのか。まあいいだろう。なかなかお相手しても粘り込んできたと。バリアを使ってね、塗ったということで。はい、エリア外からね、しっかり塗っていきたいんですが、そろそろ相手が腹立ってくると思うんで、俺に。絶対ガロンが腹立って上がってくるね、これ。間違いなく腹立ってるんで、ほら、腹立ってるあいつ、ほら。ほら、もう怒りマークがおでこに見えますから。危ない、これ帰ろう。え、なんでやねん、空中で死んだ。空中で死にましたよ。マジかよ。待て、味方解散落ちちゃうこれ。ちょ、死にすぎやわ。あれ？いや、全員おるわ。よかった。味方解散、あー、それは強い。あー、ウィルホイレーサーか。どうする？マジでどうする？急げ。間に合わへんぞ。負けるつもりか。まさか。そんなのありえねえだろ。我々に負けはねえ。ガチ塗りた戦法で負けるわけがない。急げ。飛びかかる、大追いかで。もう飛びかかるしかねえんだ。ほら、暗いな。オッケー、行こう。行こう、ダブル対応。はぁー。オッケー、ナイス。やばい、あれに負ける。オッケー、マグレショット炸裂ね。今のはもうここ来てくれよと、もう願いショットだったんでね。今のはもうほんまに運が良かった、俺の。やっぱここピカイチというところで運持ってるな、俺。今の全く狙ってないな。もうここ来てくれと。俺のもう射程内入ってこいというね。願いを、ちょっと、願いました、強く。その結果、相手の、なんか、ガロンをね、見事に当たってくれたという結果になりまして、危ない。よし、え、ガチ塗り屋ってないね。エリアを塗る、塗り屋。もう略して塗り屋でいいや、もう。塗り屋。ガチ塗り屋。ところ。危ない。ちょ、なんかもうあと、腹立って襲いかってくるからな、相手が。エリア塗っちゃいます、ここから。エリアをね、豪快に。もうインク効率あるんでね。リッターで、安定的に、あ、敵通りに当たった。まあ、敵通りでもちょっと見えとったんですけどね。まあ、エリア塗っていくと、こうやって。はい、エリア塗っちゃいます。はい。どうですか、この広々としたね、エリアを、安全圏内から塗っていく、この気持ちよさね。で、敵がおったら、射撃も狙えると。まあ、当然下手くそなんで外しますけど、こうやってエリアを塗っていくと。よいしょ。いいぞ。順調。そろそろビーコンでも建築しますかね。ビーコン建築して。さあ、結構相手が舐めとるんでね、今のうちちょっとあの辺打ちたいんですけど。あ、なんかおる。あー、ちょ、あれ当てたかったな。まあいいや、もう。塗っちゃえ、もう。今回倒すのじゃなくて、塗ることがメインなんで。やめろ！暗いな。ダイオウイカもちゃんとチャージしておいたんだよ。君みたいなやつが襲いかかってくることを想定してな。
しかしもうこっちが2人しか生きてない。しかしまあエリア塗っちゃいますよと。オッケーオッケー、エリア塗っちゃいましょう。あ、52から襲いかかってくるつもりやな、生意気に。甘いぜ、そんなのは甘い。生意気に襲いかかってくてもね、ガチ塗りッターですからこっち。はい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 、余裕といったところですかね。ん、その辺なんか食い物競り合い始まってるの。ちょっと待って、足場が、味方の足場とか危ないんでね、しっかり塗ってあげる。永遠に塗ってあげましょう。4発フルチャージで出ますから一応。フルチャージ1、2回、3回、4回とフルチャージ打って、で、インク回復が一瞬というね、この永遠に打ち続けれるんでね、やっぱ、ヒッターとしてね、永遠にフルチャージをぶっ込めるというこの強さ。塗り状況もどんどん良くなっていくということで、まあ、ガチ塗りッター戦法ということでね、まあ、いけましたね。オッケーオッケー、キル数はね、少なくていいんですよ、勝てばね。さあ、ステージ変わりまして、ガチエリア、マヒマヒリゾートアンドスパー。ここもね、なかなか長方形の形してるんで、ガチエリアが。それを活かしてね、もう横から塗っちゃいます。豪快に。と思ったが、相手だからリッターとなんかチャージャー2人おったように見えた。多分2人おったと思う。まあ、横からね、塗っていきましょう。横から豪快に、よいしょと。はい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 。よいしょと。これでいい、これでいい。そうそうそう。塗リッターで安全圏内からやっぱ塗るっていうお仕事ありますからね、こっち。はい。インクを回復して、ちょっと、チラーとのスコープで覗くんですが、ちょっと危ないな。ちょっと水面が上がらないとね、これちょっと危ないんでね。危険極まりないんでね、一応。ゆっくりめに構えてエリア塗っちゃいましょう。よいしょ。オッケーオッケー。もう、あの、ダイナモローラーもね、塗り意識なんで、スプリンクラー置いてくれてるんで、もう死ぬことがこれあかんということでね。安全圏内から、もうゆっくり塗っちゃいます。もう、味方の足場作り。はいはいはい。よし、水面上がったことで、これで、だいぶ戦いやすくなった。このインクに溢れてるんで、こっちは。もうインク効率に溢れて、インク切れがないんでね。もうほんまに最強ですから。エリア内はちょっとあかんな。エリア内ちょっと危ないんで。一応向こうチャージャーとか多いということで、まぁ、ちょっと下がり気味にゆっくり立ってもらえますかね。さあ、こっちからチラッと覗くような感じかな。チラッと。さあさあさあ、あっと、みんな溶けたぞ。やばいやばい、みんな溶けた。こういう時の俺の仕事や。くれ！よしよし、まぁ、今のいっぱい殺到してたんでね、適当に打ちました。オッケーオッケー、これもね、若干適当ではないな。ちゃんと狙いましたね、今の。一発目は適当に打ちました。あの、ダイナオロワラが殺到しとったんで、適当にではどっちか当たるやろということで打たせていただきました。ええ。やっぱりね、その固まってる時って、どっちか当たるやろ戦法がこれ刺さるんで、ほんまに。適当にでは当たりますから。適当にね、ちょっと、クイッとドラッグショットを決めてやることで。ええー、なにこれ？おまけ？うわ、おまけ降ってきてる。うわ、マジか。うわ。気をつけなあかん。うわ、またおまけ降ってきたか。なかなかおまけ降ってくるな。やるな。ガチおまけ戦法かもしれんな。ステージャンでどんどんおまけを注文していくと。賢いほんまに。多分その辺逃げたと思うんだけどな。どこ行ったやろ。ちょっと見当たりませんな。あ、おったおったおった。いっぱいおる。適当に撃て。適当に撃て。当たる。いっぱいおるときは。オッケーオッケー。今のは狙ったな。冷静に。ノバブラスターかなんか多分俺をね、食いたがってるんで。おったおったおった。ノバブラスターが、その辺、うろついてんで。どこどこどこ。ナイス！よし。ダイヤも降ってくる。どこや。多分降ってくるはず。こうへんか。オッケーオッケーオッケー。ならばオッケーだ。よし、このまま塗りッタ入ろう。塗りッタ、塗りッタ。塗っていこう。よしよしよし、もう塗っていこう。よしよしよし。危ない危ない。やばい、相手がエリア塗ってくる。やばい、こっち塗り、チャージが間に合わねえ。くそ、やっちまったか。あ、やばい、でっかいイカちゃんや。これはもう、逃亡するしかねえ。おい、バイバーイ。おい、バイバーイ。全然バイバイじゃないっていう。うわぁ、さすがやな。こっち、イカ速積んでなかった。向こうもイカ速積んでなかったけど。捕まってもうだな。逃げるところ間違えたか。さあ、塗っていこうか。なんかおるし。オッケーオッケーオッケー、危ね。あんな怖すぎる。あ、あれやれそうやな。あー、なんか入ったか。あー、抜かれたか。もう他のやつになってくるかなと思って願ったんですが、俺狙われましたね、完全に。あの、他のダイナモがちょっとバンバン飛んでくれとったんで、そっち打ち抜いてくれるんかなと思ったら、俺を打ち抜いてくるというね。相手の冷静な判断といったところか。よし、塗っていこう。塗りった、塗りった。はい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 。塗りまーす。エリアをね、直線コース塗っていくというね、この有効な戦法に入ります。はい、よいしょ。しっかり塗ってね。味方の足場確保しつつ、まあ、第4を貯めつつといったところでしょうか。よいしょ。これだいぶね、厄介なんで、一直線にめっちゃ塗れるというインク切れがなくて。さあ、どこおる？まあ、適当に狙いつつ塗っていきますか。さあ、ノバと、あとチャージャーかなんか、あー、ラッシュか。なかなか強いな、そういうのな。オッケーオッケー、ラッシュはやったけど。ラッシュはやったけどな、ペナルティつけられるんだよな。おっと、これはやろうか。オッケー、じゃあ、レッツゴージャンピン、グッド、えい、レッツゴージャンピン、オッケー。今ので横断入ったんでね、ステージャンは飛んでこない。
さあ塗りましょうか。この辺飛び込んでくる。なんか一応バサバサやってるが、まあ俺がプレッシャーかけることで向こうは前に出れないよと。多分ダイナモロラかなんか封じ込んでる感じかな今。で向こうダイナモロラってダイオウイカが泳いでるんで、あれ注意ね。泳いでますからあれ。非常にね、愉快に泳いでますからね。あ、ダイナモロラ。ナイス？オッケー。オッケーオッケー、いい感じやね。さあ再びマヒマヒリゾート&スパーやっていきましょうか。向こうにリッターがおったらな、やっぱ抜かれるからな、それがちょっと危ないな。あ、おらんな。こういう時はもうね、一人旅ということでリッターの一人旅なんでね、悠々とね、エリガチエリアの方を濡らしていただきます。さあチャージして、ヤッホー、チャージして、ヤッホー、チャージして、ヤッホー、オッケー、これでね、だいぶ濡れていると。あ、なんかラピが詰めてくるかな。あ、外した。あれ、外してんな。あ、やばい、死んだ。あれ？まあ、しゃあないな。ちょっと下手くそすぎたか。なんであれ当たらんねやろ。ちょっとスコープ感覚がまだ戻ってないといったところでしょうかね。でも、一応スコープじゃない方を取り扱うんでね。これほんまに、どっちかに慣れてしまうと死亡するんで。さあ、今度はちょっと仕返ししていきたいが、ジャンプでかわしたか。オッケーオッケー、しっかりね、さっきのも取り返していこう。初手外すのはちょっとあかんということで、取り返していきましょう。ん？わ、イカちゃんか。なんだ、金網逃げて弾こうか。金網、逃げろ、いや、逃げる方向間違ってるって。そんなんしたら全員死んでまうぞ。ほら、何してね。あかんかんかん、あーもう、わー、もう行くしかねえ。もう行っちゃおう。やべえ、今、落ちろ落ちろ、水没しろ。あー、無理か。あー、捕まった。パシパシ見やつで倒せんからな。まあいいや。ちょっと豪快にね、やってしまったところではあるんですが。まあ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 。塗っていきましょうか。ちょっとラピーブラちょっと仕返したいけど、あ、やってくれたな。ならもう塗っちゃおう。あ、スパシャってんな。うわ、最悪や。塗る塗る塗る。塗り返そう。どこ行った？あ、ややこしいな。なんか飛んでくるな、沼ちゃんが。あれ取りたい。よし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 。沼ちゃん取って、まだおまけおるからな、気をつけや。塗るで、よしよし、塗っていこう。やっぱりリッターおったらね、ちょっと塗りが不足する場合があるんですが、俺の場合塗るんで大丈夫という感じかな。暗いな。カローラ。カローラどこ行った？おらんな、ちょっとおらんな。まあ、いいや。インク効率あるんでね、余裕と。インク回復で回復して、エリア内でしないとまずい。オッケーオッケー、任せろ。よいしょ、しっかりね、ぶっ込んでいきましょう、フルチャージを。よし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 。フルチャージを。あー、エリア取れる。まずい。よし、ここはちょっと大雪発動で、ちょっと一回ごまかそう。一回ごまかそう。よいしょ、早く飛んできて。よし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 。よし、ここはもう、突っ込もう。俺、こっちで死ぬわ。オッケー。よいしょ。弾相手、キル取りに来る。危ない危ない危ない。まあ、この試合の反省点としては、初手ラピエリにやられたことやね。さあ、再びマヒマヒリゾートのスパ。まあ、デカラインよりかマヒマヒの方が、やりやすいかなっていうところではあるんでね。結構、マヒマヒの方が平らなんでね。当てやすいかなと。さあ、チャーニーやって、ちょっと塗りがね、やばいなとかね、味方思ってるかもしれないですけども、これ大丈夫ということで、俺が塗るんで、塗り担当かつキルもしますよと、両方しますよというね、お仕事あるんで。あー、これリッター抜かれるな、これ。ここ危ないから、正直。安全圏内から空中にこう、ぶっ放すだけでいいから、あ、壁に座れた。よしよしよし。落ち着いてね、移動しながら、向こうのリッターもね、俺が倒さんと危ないんで、まあ、適当にショット入れつつね、よしよしよし、いい感じ、いい感じ。よしよしよし。さあ、ちょっとこっからアクセスしたろうかな。やべえ！ノバは無理だ！どっか逃げ道は？あった！あったあったあった。逃げ道なかった。危なかったぜ。さあ、ノバどこ行った？適当にフルチャージぶっ込みましょうかね。オッケーオッケーオッケー。ノバどっか行ってるからな。怖いよな。さあ、水面が下がると。了解。エリア乗ろう。エリア乗ろう。よし、台を貯めてね。そう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 。役割がありますから。おっと、ノバそこか。味方やってくれ。早く、俺、味方早く。早く早く。チャンスやで。早く早く。え、何してんの？あ、やったか。なかなか手こずったな。バリアで、まあ若葉やから、まあ手こずるときもあんのかな。まあしゃあないな。さあ、これ一回エリア取られるな。しゃあない。よし、ちょっと、移動しよう移動。やべ、リッターや。見よう。よし、ノバやってからリッターの方駆けつけるか。よしよしよし、あ、大丈夫。どこ行った？あ、やってくれたっぽいな。オッケーオッケー、あとハイドラントだけよ。味方やってくれろ。オッケー、俺な。さあ、あとスイジャンが飛んでくる可能性あるから、そこ注意。構えておこう。来ないか。オッケーオッケーオッケー。ん？なんかナイスという悲鳴が聞こえたな。さあさあさあ、エリア塗ろう。エリアというか、足場塗ろう。足場しっかり塗ってから。で、ここも足場取っといて。よいしょ、壁塗っといてね。あー、今の外した！マジで！
100% 取られたと思ったんだが、ちょっとずらすのが早かったな、エイも。やっちまったぜ。おお、見事にかわしたな。あ、やべ、また外してる。オッケーオッケーオッケー。結構俺ドラッグでこうエイム合わせてしまうからな、外れる場合が多い。よいしょ。さあ、なんかいろいろおるな。いろいろおるけど、まあしゃあないな。適当に塗っていくしかないんで。はい、やられた。やばい、これちょっと悲鳴上げとこかないですということで、悲鳴上げさせてもらいます、ここ。さあ、エリア内塗ってくれてるんで多分大丈夫でしょう。ノーバーがエリア内で死んでくれると思うんで、エリア多分大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。いいんです、いいです。勝てばいいんですから。外してもね。一番あかんところで外したらあかんけど、ここぞというところで当てといたらね、もう勝てるんで。オッケー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 。まあ、イージーショット外しすぎといったところかな。